こちら東京です。東京地方では参加52校の中から東京都台東区立金龍小学校が代表校に選ばれました。金龍小学校のある台東区浅草は寄席や劇場の立ち並ぶ繁華街として全国的に有名です。浅草の観音様として親しまれている金龍さん浅草寺、金龍という学校名はこのお寺にちなんで付けられました。明治45年の創立で全校児童は460人、東京都では比較的小さな規模の学校です。金龍小学校では月に2回全校生徒でサンバを踊ります。浅草の街は毎年8月にカーニバルが行われるなどサンバの盛んなところです。たまたま今年の音楽コンクールの課題曲がサンバのリズムにぴったりだったので、この曲で休み時間に踊りをするようになりました。楽しみながらリズム感も向上するとあって子どもたちにもなかなか好評です。それでは東京都台東区立金龍小学校の合唱をお届けしましょう。指揮は川上八重子先生、ピアノは6年生の山田芳子さん。まず課題曲からです。東京都台東区立金龍小学校の課題曲でした。